ウエストコーストエクスプレスは、カナダのブリティッシュコロンビア州、バンクーバー市のダウンタウンにある、ウォーターフロント駅とミッションシティ駅間を結ぶ列車、およびバス路線に与えられた名称で、トランスリンクの下でそれらを運営する組織の名称でもある。メトロバンクーバーでの自動車通勤の削減を目標とし、1970年代から貨物船での定期旅客輸送に向けて、 鉄道施設の大幅な改良が検討されていた。1994年に整備が完了し、翌1995年から運行を開始した。当初は鉄道のみであったが1999年1月から、グレーハウンドカナダの子会社、グレーラインと提携し、トレインバスの名で列車を保管するバスの運行も開始した。列車はウォーターフロント駅から、 バンクーバー半島の北岸に沿って、ムーリーセンター駅、コキットラムセントラル駅、ピットメドウズ駅などに停車しながら、ミッションシティ駅までの8駅、約6 8トルを75分で結ぶ。運行本数は、日本の都市部の通勤列車と比べて、非常に少なく、平日の朝夕の通勤ラッシュ時のみに限られている。運行の方向は時間帯によって一方向に固定されており、 朝は、ミッションして初ウォーターフロント行きの西行き列車5本と、それを後続で保管する、トレインバス1本、夕方は東行き列車5本とトレインバス1本のみで、ある。片道の最長区間で12.25、カナダドルという運賃は、周辺の他の公共交通機関と比較して高く、座席が、全車自由席であるなどの不便さはあるが、列車内では、ファストフードや飲み物の販売、 テーブルとコンセントのある座席を提供しており、沿線住民の利用率は高い。線路や車両鉄道設備は、カナダ太平洋鉄道から対応を受け、トレインバスは、グレーラインが所有する機材で運営している。列車は、ゼネラルモーターズ製、会59ファイ型ディーゼル機関車とボンバルディア製の144人乗りの2階建て客車が採用され、トレインバスは50人弱が乗車できる。 ハイウェイコーチで運行されている。バスは時代によって提携先が異なり、コーストマウ運転バスがオリオン製の車両で運行したこともある。今後は予備の機関車の購入やアルビオム駅、ノースバーノビー駅などの新駅の設置、パークライドが可能な駅の追加といった設備の増強も検討されている。ありがとうございます。